Facebook 公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教授の中森です。この動画をご覧の皆さん、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。はい、ということで今日の一冊、今回紹介するのは哲六回東大英語リスニング改訂版になります。まあもう哲六回といえば、まあ、鉄壁とかもね出している、まあ、めっちゃ有名なところですけれども、東大英語特化のリスニングですね。なんとこちらはですね、東大で出題されているものと同じ形式のオリジナル問題をもう12年分収録しているということで、まあ、まさに本当に東大予想問題みたいな形になっております。まあ、なのでこの本に関しては本当に基礎からリスニングを鍛えるみたいなものじゃなくて、本当に東大のリスニング問題を実践練習するみたいなものなので、過去問とかと使うタイミングは同じですね。本当になんか本番想定ではあるので、例えばリスニングの中で話す人だったりも、まあ、1人のものもあれば複数人で最大7人まで出てくるみたいな形になってて、かつですね、まあ、回答の方を見るとですね、話してる方がどこの国の出身なのかみたいな、かつアメリカとかだったりすると、そのどの地域の出身なのかみたいなことも書いてあって、まあ、発音の癖だったりとかもね、この地域の人たちはこういう発音するんだみたいなのも分かるようになってるということで、本番想定で練習するにはいい本かなというふうには思います。まあ、価格もですね、まあ3000円と、税込みで3300円とですね、なかなかヘビーな値段に感じるんですけども、ただこれが12回分って考えると1回300円以下でできるということなんで、まあ、非常に良心的な価格なんじゃないかなというふうには思いますね。で、実際これを使うときはですね、例えばまあ武田塾でいうと速読英熟語とかリスニングのプラチナルールだったり、センターの過去問のリスニングとか、そういうもので一通りリスニングはまあやってきたと。で、じゃあ東大リスニング入ろうって人がまあやる本っていう形なので、最初の一冊とかでは全然なくて仕上げの一冊の方なんで、まあ、使うタイミングには注意してくださいという形ですね。まあ、ただそのタイミングで使えばですね、非常にその本番の強い味方になってくれるかなと思いますので、ぜひ使い倒してですね、まあ、東大英語リスニングは怖くないぞという形でやり込んでもらえればと思います。はい、今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン、詳細は概要欄をご覧ください。